どうもブラです。さあそれではスプラトゥーン3ですね、やっていきたいと思います。今回はゴーニーガロンですね、使っていきます。さあではルールはガチエリアということで、相手はクーゲルシュライバーヒュー、ワーカバシューターゴーニーガロン、そしてカーボンローラーデコですね。ということで刺しパッて確かに普通にピンクからの後ろ2人持っていく、3人持っていく、4人持っていく。もう最近思いました、このゲームは強い武器を持ってると勝ちやすいと。やっぱ上位見てるとね、やっぱそうなんですよね。よしよしよし、この武器は使いやすい、濡れるしメインも強いし。でまあ今回ケルビンデコとかね、ノーチラス、キントが出て個人的には強そうだなと思うんですけど、どうなんでしょうね、皆さんどう思いますでしょうか。ウルトラ着地と吸盤ボムがついたりとか、ポイントセンサー、ウルトラショット、スクリュースロッシャーネオみたいな。さあこれ上がってこないか、しばらく待ったけど、これグレートバリア強いんで中入っていってしか倒していく。そして1人これ抜けましたね、それ倒していこう。これ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 、クイックボームコム注意して、よし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 。そしてあと塗られなければナイス。さあそれではガチアサリですね、高橋経済特区の方でやっていきたいと思います。さあゴーニーガロンでやっていきますが、ここはもうね圧倒的に射程長いのが強い、ブラスターとかも強かったりとかする。さあ相手はリッター、若葉シューター、バケットスロッシャー、ボールドマーカーネオということで、突っ込んでくるのとビーコン注意ですね。いやーちょこまか動いていこうと思ったけど、ちょうどボム強いですね。まあ最初はボムがこの網目の上にね、射程が長いのを叩いたりとかすると非常に厄介、それを避けていかないといけない。あとここは絶対取られていけない、ちょっとボムポンポンが結構厄介。これ倒したいけど無理だ、相手賢い、ちゃんと引きながらね、あれはかわしようがない、難しいですね。バケツ強い、網上乗ってしまうとイカロールとかもできないし、一速がね早ければまだ可能性あったけど、ナイス。このビーコンめんどくさいのにしっかり壊す、ビーコンあったらほんまにね壊さないと本当に復帰早くて面倒なんです。最初に倒してナイス、よしよし。右高とかも取っていきたいとこですね。とりあえずビーコンがあったら壊して無理状況を整えて、ゴール前にシール入ったら大きい、あそこで居座ってるリッターとかをね倒せたら大きいんですけど、トラップがね強い、センサーつくだけじゃなくてダメージも入るんで、ナイスナイス。こっちがやりづらいなと思うのは赤羽シューターとバケット、少しあとリッターあたりがですね。さあこれ入れて、そこのバリア強いけど、バリアは中に入ってしまえば、よし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 、味方がねアサリ意識高くて入れたりとかしてくれるんで、こっちはゲート稼いだりとかギル取ったりとか、ガードで防いでシールドで防いでとかしていきたいですね。さあここ置いて、センサーめっちゃ厄介、相手リッターがうまいですね、センサーついた瞬間抜かれるみたいな、非常にめんどくさい感じになってる。これねさあ持っていくが、さすがやっぱ熟練度バッジ5ついてるだけあって扱いがうまいですね。これがめんどくさい、しっかり止めていく。これまだエナジースタンドがないのでいいんですけどね、エナジースタンドビーコンとかだと本当 もっとめんどくさいので、よーしよしよしよし、ナイスナイス、センサーマジで、よしよし、これアサリがほんのもうちょっと、よし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 、これこれリタリタリタ、よし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 、あーめっちゃいい感じ。これあとアサリがあれば、アサリほんの少し、ち
距離取ってくるのがうまいな。これできるだけ生存したい。無理して前出ないように。ナイスですね。ナイスカウントリード。できるだけ耐えてって。ナイス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 。アサリはね、やっぱりエクスパートが見ててもやっぱり一番低くて、あのエリアめっちゃ高いですよね。ランキング見てるとやっぱ安定しづらい。一度こう連携取れないといけないし、一回こうゴールしてからどんだけ入れられるかが勝負で、いやこれ網の上上がったら負ける、勝てないな。バケツは結構ガロンメタなんですよね。シールドとか貼っても上からバシャバシャってできる、直射とかで。いやそこのバリアは強いけど、よし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 、しっかり守っていく。これねリッター上手い人って絶対トラップとか貼ってね、逃げるのもめっちゃ早いんで、トラップ貼ってトラップ貼って、であとイカ速とか生かしてね逃げてみたいな。リッターって基本的にねこう近づいて倒さないといけないけど、本場に上手い人当たった時って近づいても倒せない。トラップとパシパシでいかれる、あとスーパージャンプで逃げられるみたいな。よしよし、さあ落ち着いて、さあナイス。このインクの引っかかりが、足元インクが、さあアサリね味方持ってるので、これシールド貼ったりとかしてうまいこといきたいが、ほぼそない。あのアサリ取りに行くか、いやでも手前にいる。しまう、一人持っていく。さあ延長中、塗る状況もいい感じですね。あと焦らずにしっかり抑えていければ。これはシールドはねやっぱここに貼っときたい、貼ったりとかして、これこそこれ、よし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 、ナイス。さあでは倍買艇ですね、そちらのステージでガチアサリやっていきたいと思います。ということで、なんかケルビンとかも使いたくなりましたね。ケルビンって結構強いんですけどね、結構癖ある武器ですけど、使ってるしあんまないんですよね。スプラッシュシールド、ナイス玉。今度はねポイントセンサーウルトラショットですけど、ケルビン使ってた人だったら結構強いんじゃないかなと思いつつ、まあただやっぱスプラッシュシールドは最高なんでしょうね。スプラッシュメインが強い。上位の人が使ってる武器ってスプラッシュシールドを使ってるの多くて、ゴーニーガロンとか、まあ、ケルビンは結構少ないけど、まあ、使ってる人は使ってるでしょ。でボトルガイザーみんなシールド、強い面やっぱ生かしきれて維持できるし。さあこれこのステージどんまに裏抜けとかもしやすいし、動きが速い。よしよし、しっかり持っていく。ほんまに今のねゲームスピードが速いので、エナジースタンドとこれね、アサリがナイスナイス。ほんまにスピードが速いんで、遅い武器とかだとね本当に難しいなと思う。リッターとかでも速い。これトーピードめんどくさい、トーピードめんどくさい。ほんまトーピードなかったね、やりましたね。ということで、そうか、もみじシューター、赤羽シューターで抜けてくるパブロもね動きめっちゃ速いんで、あ結構ここ抜けるの有効だってとかする。登れないよ。よしよしよし、 S ブラスト。あとこれアサリがあればこれね一人追いついていきますか。ちょっと塗り状況と、よしナイスナイス、味方飛んできましたね。オッケーオッケーオッケー。で守りに来る敵をしっかりやって、追加点、ナイス玉最高。ちょっと塗り状況取りたい、塗り状況取ってアサリがあれば、よしよし。やっぱ塗り状況がね悪いと非常に動きづらくなっちゃうので、さあカウントリードまであと少し。最低アサリ、これ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 、よし
いやー惜しい。よし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 、無理中距離も取れてる。いい感じいい感じいい感じを、これはしっかり活かしていきたい。で味方もねガチャサリ2つ持ってるんで、これは決めていきたい。個人的にはここ下もねしっかり塗り仕事を取っておく必要があるんですけど、ここから右側の壁塗って登るのは相手の方から丸めて結構弱いなって最近思いましたよね。こっちの裏側は結構刺さる。ナイスカウントリーだ。よしこっちもねアサリ持ってるんでしっかり入れていきながら、ここ結構維持してるの強い。右側、右側と左側からでこう挟み込む、そんな感じで、うん、塗り状況上も下も塩も取れてるので非常にいい感じで、アサリ集められるときしっかり集めておくことですね。いざ入れれるってなったときに、いやー S ブラストって結構爆風小さいんですけどね、うまいことやってきました。あと爆風を当てるモードで撃ったら2発でいけるんで、相手こっからも来たがってますね。裏取りを狙ってます。僕よし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 、ボム2個投げね、赤星シューターそういうの強いので、ボムをこう違う場所に投げる、相手が逃げる方向とか逃げた先、さあシールドで、シールドとメインとメガホンレーザーで、よし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 、で高台取る。この左側とかの右側ですね、さあここ維持して、いやこれシールド張っても上からクイックボムとかね、完全に防げるわけではないので、バリアもっと大きかったらいいですけどね、そしたら強すぎるか。さあ上からちゃんと投げてくるんですよね、ほんまの正面からしか防げないので、相手少しずつ下がってって、この場所取ったら強い。さあいやー今シールド消えた、めっちゃ大きい。今シールド置いたんですけどね、グレートバリアで消えちゃった。これ相手運良かったですね。相手もしっかり入れてくる。これしかしシールドあって、これ右の高台とかそんなの取られないでね。よしよしよし、これ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 、よし。さあでは倍外邸でガチアサリですね、やっていきたいと思います。さあでは相手は、ああ筆がいますね。筆はね抜けてくるの注意、ボールドマーカーとかも結構抜けてくる可能性が高い、機動力ある武器なんでね。でスプラッシュタコラボ、スプラッシュもちょっとあるでしょう。でローラーということで、ここの坂道は強い。さあ一旦下がっていく、ここ結構傾斜とかもあるんでスプラッシュボム強いでしょうね、だから使ってるはず。よしよしよし、ナイス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 。さあこれ高台取っていきたい、高台取って、あとアサリがもう少しあれば、あとここにシールド貼って、よしアサリがあるぞ、あとこれ冷静に、よしよしよし、しっかり倒して、よーし、やっぱいい場所取ると。ただ相手もアサリがいるんですね、ガチアサリが。いやただこれは行く、うん、まあ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 、あそこでスペシャル使わしたら大きい。これなぜね味方このリスポーンに戻らなかったかっていうと、あそこで戦った時に結局誰かはデスする可能性が高く、デスした人がリスポーン戻るので、それを考えるとね守れる人があるなっていうのでですね、ちゃんと計算して、よしメガホンレーザーしっかり刺さっていく。メガホンレーザーもね強化されてダメージが結構増えて、絡んだら本当にね結構厄介になりましたんで、遠隔回復しながら動けるっていうのは非常に
ここで維持するの結構強い。抜けてしまって取られてくるかな。ここでスペシャル使わせるのは非常に美味しいが、よし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 、4やっぱ何回もやってるとステージで、あ、ここ押さえてると強いなとかいろいろ分かってくるんで、こっから弱いなとか、それをしっかり生かしていきたいですね。これから降りてきてくれたのは美味しい。上にいる方が狙いづらいって、よし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 、さあ入れていく。さあメガホンレーザー、ここにいることによってね、相手は倒さないとアサリを狙えるリスクが、降りてきてくれた方が倒しやすい。よしよし、相手ボム強いんでね、それ注意。イカロールとかでかわしたりとか、ボムイカロールでかわせると気持ちいいですよね。シュパーンみたいな感じでボムがめっちゃ、ボム強いですからね。よし、さあこれ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 、動きが早い。よしよしよし、ボムですねこれは。よし、ナイスナイス。味方もね、右から行ったりとかしてヌージョークも取れてるのいい感じ。両方から挟み込めてるっていうのがいい場所、いい場所。ああ、それはうまい。ローラーね、ローラー使ってるとあれはうまい。さあ中央乗り重工取れてるの、大きい、焦らないようにする。さあエナジースタンド最高。相手朝に守ろうとしてきてるので、それをしっかり勝っていく。相手朝に絶対拾いたいから、ちょっとシールドとか貼ってね。あ、一人来てる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 、絶対上がってくる間違いなく、経験上。来た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 、動きが早い。よしよしよし、倒していく。出て抜けてくる武器はね、裏取りの方から来る可能性高いので警戒していくといい。よし、ローラーをもう引きながら撃つ。さあボム注意、これ動きが、よしよしよし、ダメージ回復してきて、ダメージ回復しつつ、惜しい、ローラーが。ただずっと攻めが続いてるっていうのがね、本当に気持ちいい、理想的。やっぱこのゲームやっぱ前出るの大事なんで、前取ってネルジオク取ってスペシャルダメでしっかりキル取ってっていうのが、まあね、キルで、まあ、試合結果は綺麗な方がいいけど、汚かったとしても、まあ、キル取るよりもデスの方が多かったとしても、しっかり考えて前に出ていくことによってラインも上がって勝ちやすくなるので、それはねほんまやってて思いますね。X パワーがね、低い人とか、低い時とかって結構前出る人がね、少なかったりとかして、まあ、ただ上手い人はさらにそっから不利な時とかに引くのもめっちゃ上手いんですけどね、上手すぎる人は。さあ、ナイス、しっかり抑えました。さあ、ではガチアサリですね、ザトーマーケットのステージでやっていきたいと思います。相手も王冠いますね。王冠がいるっていうことはね、勝ち抜けしてる人ってことなんで、安定してる。5勝しないといけないのでね、難易度高いので、それを突破してるっていうのはね、ほんまにすごいこと。さあ相手トライストリンが厄介ですね。足元取ってくる、こっちが嫌いな武器のうちの人で、まあ定位置高台から撃ってくるので、まずぬり状況しっかり取って、サメが踏んでさ発動しつつ、トレストリンが嫌い、スプラローラーでやられた。塗り地獄を取られると相手のローラーが大暴れするので注意。ナイス、よしよし、ローラーも倒す。はい、めちゃくちゃナイス。さあサリもあるので、これ出ていきたいところ、シールド張って、よし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 、これいる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 、絶対抜けてくるんでね、ローラー。よし、倒す。さあ、さにもあるメガホンレーザーシールド。アサリ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 、ちなみにアサリの味噌汁とかも好きです、めちゃくちゃ美味しい。
いや、味方めっちゃナイス。終わったさあ、それではガチアサリですね。草屋温泉のステージやっていきたいと思います。さあ、オオカンめっちゃいる。あ、これこっち有利ですね。非常にありがたい。強い人がたくさんということで、アサリ1回ゴールして、そっからずっと連続で入れて、もう止まらず逃げて、あれ最高ですよね。あれまさに理想。さあ、シールド貼って、よし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 。やっぱ初動サイド展開強い。さあ、しっかりとバリア壊していく。でここシールド貼っても強い。これできるだけ維持して、メガホンレーザー、よしよし。裏から来るの、しっかり倒しつつ、さあ、また当て、また当て、また当てみたいな。はい、でデコイチラシがあるんですね。塗り状況整えられる。よし、持ってった、おいしい。必戦ヒュート、赤ザップ、赤ザップとかも個人的には結構好きで、ナーバリバトルとかでも使えるんですよね。塗れるし、デコイチラシね、強いんで、ナーバリバトルに置いて。さあ、ザップスプラシューター、なかなか本番のシューターの打ち合いって感じですね。バリアナイス。最低塗り状況がいいので、これちょっと塗っていく必要がありますね。ダメージが入るのとちょっと動きづらくなるので、さあ、サリ回収して、これ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 、いやー、相手うまい。さあ、しっかり倒して、攻められてんの最高。だ、注意しないといけないのは、全員が前に上がってワイプアウトになってしまうとダメなんで、それはちょっと注意しつつ。さあ、これちょっとこっちも塗り状況が、さあ、あさり、あさり、あさり、溜まりました。入れていく、ウルタショット注意。ウルタショットとデコイチラシのダメージがね、よしよしよし、これそれそれそれ、あえてそこで拾ってくる。さあ、ただこれあえてね、あさりが2つなんで、これナイスビーコン、しか守っていく必要がある。裏取りしてくるのと、インクレールとか使って、よしよしよし、1人ずつ潰していきましょう。さあ、2人持っていく。そしてここ、この場所もよくいますからね。さあ、しっかり前線上げましての、さあ、あとガチアサリがゴールに入れば、最低ナジスタンド押していく。4、これちょっとダメージ入ってる、回復、よし、ナイス。さあ、これバシャ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 強い。一戦優位いいですね。ナーバルバトルとかでも炭酸ボムがね、非常に塗るのと強いし、メイン強い。基本的にメインが強いのは、さあ、相手飛んでる飛んでる、相手の反撃が押し掛けていく必要がある。大丈夫かな、ここもしっかり塗って、アイテムね、エナジースタンドで復活とかも早いし、普通にメインとかも強い、塗りとかもできるんで。さあ、こっちもガチャ制できた、よし、倒して、メガホンレーザーとともに一緒に行って、ナイス。そんな感じで気持ちよく決まりましたね。それでは最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、 SNS フォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。